村隆は日本のフィギュアスケート選手。現在はインストラクター兼コーチ。パートナーは岡部幸子、伊藤としみ。鳥取県西白郡岸本町生まれ、広島県広島市南区水町育ち。広島市立水町中学校、広島山陽高校、日本大学卒業。身長170センチメートル。フィギュアスケーターの村隆人は息子。 1979年、1980年、全日本フィギュアスケート選手権優勝。1983年ユニバーシアード優勝。幼少期に、米子市内のリンクでフィギュアをはじめ、小広島市に移る。小川玲子らと共に小学時から、広島フィギュアクラブに所属。1974年、気流で行われた全日本ジュニア選手権で2位となり、将来を職望された。 1976年には世界ジュニア選手権に出場し2位に入る。1978年全国高校選手権フィギュアで初優勝し採用の学校対抗優勝に貢献。同年の全日本選手権では3位に入る。1979年の全日本選手権では男子シングルで3位、ペアで岡部幸子とカップルを組み優勝する。1980年、 伊藤と美とカップルを組み直し、NHK 杯で3位入賞。全日本選手権では2連覇を果たす。1981年、全日本選手権の男子シングルで2位に入り、世界選手権に選出される。初出場となった1982年の世界選手権では12位に終わる。翌年の1983年の世界選手権では、ペアで出場し、14位に終わる。 選手引退後は、コーチに転身。現在は、日本フィギュアスケーティングインストラクター協会に所属し、インストラクター兼コーチを務めている。主な教え子には、子息の村隆人、井上玲奈、竹内洋介などがいる。無料の性は、非常に珍しく、日本ではこの性を持つ人が10人に満たない。なお、同じ読みで一時違う、竹吉も、比較的、珍しく、 無料と同様に、最白軍だった境港市や米子市に点在する、著名人では、水木茂など、ありがとうございます。